じゃあ行くか。リタはどうするんです？あの子にはあの子のやることがある。そういうことだな。で、港から船だっけ？え、それってお前もついてくんのか？ええ。なんか用事があったんでないの？エアルクレーネの調査ですよね。騎士団長から依頼されたケーブモックの方はすでに調査報告済み。他のエアルクレーネはどの道旅して調べるつもりだったから。つまり調査のために私たちを利用するってことかしら？まあね、ヘリオードの時みたいに調査中ひどい目に遭わないとも限らないわけだし、一人よりもあんたたちと一緒の方がとりあえず安心よね。相変わらずいい性格してるぜ。また一緒に旅できるんですね。私嬉しいです。そう、私は別に。それより港に行くんじゃなかったの？まったく、ワコードは元気よの。ふざけてんの。ディージ、どんな逆ギレよ。んじゃ、港に行きますか。この町のシルトブラスティアとノール港のシルトブラスティアはもともとは一つのブラスティアだったみたいですよ。それも城の本で読んだのか？はい、正確には三つで一つのブラスティアらしくて、あと一つは二つの町の中央に沈んでいるそうです。それ引き上げらんないかね。そんでそれを売れば一生遊んで暮らせる金が手に入るよ。それができてりゃ帝国がとっくにやってんだろう。誰だって考えそうなことだぜ。そんな冷たい言い方しなくてもいいじゃない。またお会いしましたね。次期皇帝候補殿がこんなとこで何やってんだ？ドンと友好協定締結に関するやり取りを行っています。うまくいってます？それが順調とは言えません。だろうな。ヘラクレスってデカブツのせいでユニオンは反帝国ブーム再燃中でしょ。その影響で帝国側でも友好協定に疑問の声が上がっています。ドンが帝国に提示した条件は対等な立場での協定だったしな。あんなのがあったら対等とは言えないわね。事前にヘラクレスのことを知っていれば止められたのですが。次の皇帝候補が何も知らなかったのかよ。今私には騎士団の指揮権限がありません。騎士団は皇帝にのみその行動を委ね報告の義務を持つです。なら話は簡単だ。皇帝になればいい。それは私がそのつもりでも今は帝位を継承できないんです。なんでよ？帝位継承にはデインノモスという帝国の司法が必要なのです。ところがデインノモスは10年前のジンマ戦争の頃から行方不明で。ほーん、次の皇帝が決まらないのはそういう裏事情があったのね。だからラゴーはデインノモスを欲しがってたのか。何ユリ。いや、それにしても皇帝候補が道端ヘモヘモ歩いてていいの？今ヘリオードに向かうところなんです。ここよりダングレストに近いからな。その方がやり取りしやすいわな。ええ。ヨーデル様、参りましょう。
すみませんが、ここで失礼します。勘弁してくれ。命がいくらあっても足りねえよ。何があったんだ。待ちなさい。金の分は仕事しろ。しないなら返せ。ギルド青き獣をブラックリストに追加よ。はい、ボス。あの人、確かデードントリデで。ああ、あん時の知り合いなの。いや、前に一度だけ。お前こそ知り合い。知り合いって五大ギルドの一つ、ギルドドマルシェのボスだよ。つまりユニオンの重鎮よ。ふーん、いいこと思いついた。どうしたカロル。あの人なら海渡る船出してくれるかもしれないよ。あなたはユーリ・ローベル君、いいところで会ったわ。手配書の効果ってすげえんだな。ねえ、あなたにぴったりの仕事があるんだけど。ってことは嵐仕事か。察しのいい子は好きよ。聞いてるかもしれないけど、この季節魚人の群れが船の積み荷を襲うんで大変なの。あれ、それっていつも他のギルドに護衛を頼んでるんじゃ。それがいつもお願いしている傭兵団のボスが亡くなったらしくて、今使えないのよ。他の傭兵団は骨なしばかり。私としては頭の痛い話ね。その傭兵団はなんてところですか。ブラッドアライアンスよ。誰かさんが潰しちゃってから。みんな同罪だろ。あいにくと今取り込み中でね。丘を渡ってくれ。じゃあな。え、ユーリー、船のことお願いするんでしょ。あら、船って。俺たちもギルド作ったんだよ。ブレイブベスペリアって言うんです。素敵。それじゃ商売のお話ししましょうか。相互利益は商売の基本。お互いのためになるわ。悪いが仕事の最中でな。他の仕事は受けられねえ。それなら商売じゃなくてギルド同士の協力ってことでどう。それならギルドの審議には反しなくってよ。うちと仲良くしておくといろいろお得よ。あ、分かったよ。けど俺たちはノードポリカに行きたいんだ。遠回りはごめんだぜ。構わないわ。魚人が出るのはここの近海だもの。こちらとしてはよその港に行けさえすればそれでいいの。そしたらそこからいくらでも船を手配できるから。さすがギルドドマルシェ。契約成立かしら。なんかいいように言いくるめられた気がする。さすが天下のギルドドマルシェ。商売上手ってとこだね。いいんじゃない。これでデゼール大陸に渡れるわけだし。もう一ついい話をつけてあげる。いい話？何それ。もし無事にノードポリカにたどり着いたら、使った船を進呈するわ。本当に？ボロ船だけど破格の条件には違いないわね。でしょでしょ。どうだかな。魚人ってのがそれだけ厄介だって話だろう。
そこはご想像にお任せするわ。しょうがねえな。素敵、契約成立ね。さ、話はまとまったんだから仕事してもらうわよ。準備できたら声かけてちょうだい。この船があなたたちの船になるフィエルティア号、そして彼がギルド・ド・マルシェ参加、海戦ギルド海猫の歌の徳永よ。徳永です、よろしくお願いします。彼はあくまでこの航海だけだから、次からは自前の操船士を雇ってね。急ぎじゃないけど、重要な商談だったから本当助かったわ。積み荷は何なんです？それは秘密よ。やばいもんじゃねえだろうな。安心して、その辺の線引きはしてるから。さあ、ノードポリカを目指すわよ。ここトリム港から南西方向に行けばデズエール大陸が見えるわ。その東端にあるのがノードポリカよ。早速ですが、フィエルティア号の扱いについて事前に説明しておきますね。船から上陸できるのは桟橋のある港か砂浜だけです。崖になったところに停泊しても上陸はできませんよ。岩があるところはもちろんですが、浅瀬のあるところも通れません。川くらい深さのあるところなら入れる場所もありますが、途中に橋がかかっているとこの船の大きさではくぐることができないですね。以上です。立ち上げたばっかなのに五大ギルドと顔つなぎができるなんて幸先いいな。そうね、カロルも夢に一歩近づいて喜んでるんじゃないかしら。ガキンチョならなんかあっちの方で悩んでるわよ。いきなり魚人が相手だなんて、ブレイブベスペリアは運が悪いのかな。うわー、どうしよう。しかも失敗したらギルド・ド・マルシェのボスからの印象が悪くなるよ。大変だ大変だ。ユーリとジュディスとは全く逆のこと考えてますね。カロルは慎重なのね。あれは慎重じゃなくて後ろ向きって言うんでしょ。魚人の群れに合わなければいいですね。でも世の中そんなに甘くないわよ。若いのに随分悲観的なのね。現実的って言って。それにしても助かったわ。なんとか間に合いそう。ええ、リヴァイアさんの爪に遅れを取るところでした。リヴァイアさんの爪か、ちょくちょく名前を聞くな。そう？ホブロー・ブラスティアを専門に商売してるギルドよ。ああ、それでヘリオードで。最近うちと客の取り合いになってるのよね。もし海が渡れなかったら、また大口の取引先を奪われるところだったわ。それにしても、
連中はどこから商品を調達してるんでしょう。それなのよ、ホブローブラスティアなんてそう簡単に手に入れられるもんでもなし。まさか帝国が。うん、でも管理は魔導士の方で。来たわね。皆さん気をつけて。ちょっと何用意したのじゃ。魔物が喋った。もしかしてあの魔物と同じ。喋ってるとしたかむぜ。いっぱいいるよ。一体ずつ確実に。激アップ、激アップ、激アップ、顔撃、こういうリンだ。ほら、やっぱ B ショット。サンクラ、ソーハ、ガオーゲキ、フロアンバー、ソーガショー、キラ、誰か、栄翔中の援護を。わかった、任せろ。やっ、やっ、どいつだ。圧力、ここへ。テアカースターエイド、たくさんやっ。でも使いたちよ、その微笑みは我も大丈夫。ナンス、ラピード、しっぽですか。さすがね、私の目に間違いはなかったわ。とほほ、ブレイブベスペリアはおっさんもこき使うのね。アパティア探したりといろいろやることがあるのに。アパティアって前にノール校で探してたあれか。そうそう、それっておとぎ話でしょ。私も前に研究したけど理論では実証されないって分かったわ。ま、おとぎ話だって言われてるのはおっさんも知ってるよ。どうしてそんなものを探すんです。それをドンに言われたからね。まだ生きてます。後悔だったのじゃ。魔物に飲まれてて後悔も何もないだろう。こんなところで何してたんです。お宝探して歩いてたら海に落っこちて魔物と遊んでたのじゃ。よかったな、そのまま栄養分にされなくて。何でもいいけど、このまま船出していいかしら。ああ、頼む。うわあ！まだ一匹いやがったか。一応治癒術はかけましたが、当分安静にしてた方がいいです。困ったわね、あなたたちの中で誰か操船できる人。うちがやれるのじゃ。パティが？世界を旅する者、船の操縦くらいできないと笑われるのじゃ。それじゃあ船の操縦はあなたにお願いするわ。本当かよ。それと思ったよりも早く着きそうだから寄り道しても構わないわよ。進路はある程度あなた方に任せるわ。船があるならどこへも行きたい放題ね。エスティルはフェローを探すんでしょ。そんなのんびりしてる暇ないんじゃない。どうでしょう、私は別に勝手にやるからいいわよ。まだ始めたばっかだし、もっと余裕持ってこうぜ。
タロル。うん。じゃあ、進路の指示は任せたのじゃ。霧が深くなってきたわよ。なんだか不気味。こういう霧ってのは大体何か良くないことの前触れだって言うわな。やめてよ。余計なこと言うとそれが本当になっちまうぜ。あ、前前、これはぶつかるわね。何？あ、古い船ね。見たことない方だわ。アーセルム号って読むのかしら。見当たらないのに、まるで呼んでるみたい。バカなこと言わないで。フィールティア号出して。もうダメじゃの。なぜかセロスブラスティアがうんともすんとも言わないのじゃ。原因はこいつかもな。にぃ、お化けの呪いってか。そんなこと。入ってみない？面白そうよ。こういうの好きだわ私。何言ってんの。原因わかんないしな、行くしかないだろう。ちょっとフィエルティア号を掘っていくつもり？んじゃ、4人が探索に出て、残りが見張りでどうだ？いいと思うわ。決まりだな。じゃ、行くのは俺と、ラピードは行くよな。あとは誰だ？あたし行かないわよ。ユーリが決めていいんでない？わかった。船だっていつ魔物に襲われるか分かんないんだから。